つもアイマスクする。いや、あの時アイマスクしとったのは工事がうるさかったっちゃ、横の家ので、これもう時効と思うけ、当時話してなかったっちゃけど、もう別に時効やと思うし、いや、インドネシアで住んどった家、横がずっと工事しとって、その工事はもう多分みんな知っとると思っちゃう、ストーリーを撮ったりレペゼンのファンの子とか知っとると思っちゃうけど、本当にインドネシアの工事って朝7時ぐらいからやっとっちゃう。朝7時ぐらいから官兵衛来た時みたいな太鼓の音みたいな、ボーボーみたいななるわけよ、朝からドンドンドンドド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 ドみたいな。マジで朝7時バカや、普通におかしいやろ。そんなお前ね、戦場じゃないっちゃけん、わかるやん、キュイーンってババ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 ドンドンドンみたいな、おかしいやん絶対に。で、俺がキレとうなら、まあ別によくあることと思っとうやろけど、脇ブチ切れて外まで行きよったっちゃん。それって本当によっぽどやけん。これが僕たちの家なんですけど、隣の家のこの家がめちゃめちゃ大工事してるせいでめちゃめちゃ寝れません僕。はい、マキがブチギレとうだけだよ。まだしもう外まで工事しとやつにキレに行くってよっぽどよ。そうやけん、あれみんなキレとったっちゃうぐらいやばくて、やけんヘッドホンつけて、いや俺エアポッツのノイキャンつけた後に上からノイキャンのヘッドホンまでつけてアイマスクして寝とったっちゃう。いつもそれでも起きとったのはなんでかっていうと、音だけじゃないと工事振動がすごいっちゃう。あの音より先に揺れて起きるの、ベッドが揺れるっちゃう。やって、うわ工事やみたいな。そのこっちがどう対策しても揺れるんよ。クソやばいなと思って、ガチでえぐいと思って、でもみんなマジストレス溜まっとって、で一回マジで脇が外まで綺麗に行ったっちゃう。加減にしろよっつって、何回もうるさいって言おうがっつって、貴様このって言って外で脇がブチ切れ寄ったっちゃうね。で、あ脇切れとうわーって思っとったと。したら次の日から横の工事したやつ、悪いのが直接怒られんようにでっかい敷居みたいなのを、でっかい敷居を立てて工事しだしちゃったっちゃうね。俺らから怒られるのは嫌なのか何なのか分からんけど、でっかい壁みたいな、なんかトタンの敷居をバン立てて俺らから怒られるようにしたっちゃけど、そのでっかい壁が俺らの家側なの。俺らの家の敷地ないんだよ。すごくない？俺らの家の中に勝手に入って、で勝手に壁立てとっちゃう。希少すぎるやんそれ。え？と思って、こっち側はおかしいやん、そんなの。向こう側ならまだしもよ、こっち側に壁立てたら話変わってくるやん。で俺なんかその時に思ったんよ、戦争ってこうやって起きるんだなって。あーねと思って、戦争ってこうやって起きんだ、ふーんと思って、でマジでムカつくと思って。それでちょっと音が静かになっとんなら分からんけど、別に音も変わってないっちゃう。いやただこっち側の領土の中に壁立てて、昨日と変わらず音量で朝7時からボッカンボッカンやりよったわけよ。で俺もなんか別にもう訳怒っとうけ、別に怒らんでいっかなって思っとったと。マジカッチン来て、こっちの敷地の中に壁立て出すのはマジ話変わってくると思って、めちゃくちゃムカつく、ありえんと思っていろいろ考えたわけよ。でもなんか直接俺が切れに行って工事したやつぶん殴るまた話変わるんだよ。やけそっちがそういうちょっと嫌なことするんやったら、こっちはこっちでちょっと嫌なことしてやろうと思って、分かったわと思って、その日の深夜に工事現場を見に行ったわけよ。したら、あやっとると思って、また壁もこっち側に立っとうし、資材とかも適当に放置していっとうわけよ。OK、分かった分かったと思って、で、これぐらいの紙に、その時ちょうど日曜で、ここも工事してなかったっけ、日曜日のうちに、その紙に、月曜日までに、工事の音とかじゃなくて、工事の音は分かったんだっけ、とりあえず、月曜日までに、こっちの家の中に立ってある壁を撤去せな、許さんぞって、インドネシア語で書いて、それを、コンクリートだか石灰だかの袋か、工事現場ってさ、積んであるやん、分かる？これぐらいのさ、でかい袋がさ積んであるやん、そのセメントの袋に包丁で刺して帰ってきた。俺マジふざけんなと思って、ざけんなよと思って、包丁でボーン刺して帰ってきたら月曜日壁なくなっとった。よかったと思って、ああよかったよかったと思って、よしよしよしと思って、でも音はずっとうるさい。音はずっとうるさかったけど、まあ、とりあえずこっちの家の敷地の中に壁立っとうのはおかしいけん、それはマジで横に住んどやつが本当に怒っとうことを教えてあげないかなと思って。でもバリうるさいけん、やけんあの家にあんま行きたくないっちゃう俺ら。しかもずっと終わらんてよ、やばくない？3ヶ月ぐらいやるよっちゃう、ずっと3ヶ月やっとって、俺これ何しとっちゃろうと思って見とったっちゃう。これ家でも破壊しとうとかやな横の家と思って、したら建てとった。建てるのにそんな音鳴るんと思って、え何を建てとんと思って、めっちゃ長い工事さすがにもうしてないと思うけど、分からん、でも全然ありえるよ、やばくない？これ建てとう音なんと思って、崩しとやろなんか、いやマジやばい、あれだけがマジで嫌やった。インドネシア本当にストレスやったね。2月ぐらいに工事でブチ切れとって、その後1回行った時はまだ工事 しとって終わってなかったけん、それは多分誕生日前とかで5月とか6月とかやったけど、本当に本当に長い間ずっとやっとる。マジでずっとハンドメイドで家建てとんかなって思うぐらいガチ長い。これは本当に何をしとっちゃうの、よう分からんマジで。
俺らもう1週間うるさいぐらいやったら我慢しようって気持ちになるやん。海外やし いろいろなんか常識とかもずれとうやろうけ。でもさすがに3ヶ月も4ヶ月もそんな毎朝7時にやらされたらみんな怒る。しかもその家借りるとき言われなかったんだから、横の家今こんなんなっててうるさいですよって。さすがに支障きたすレベルでうるさいけん、あれ絶対言うべきよ。先言ってくれやん、マジで。そういうの考えると日本ってちゃんとした国や。しかも仕事終わんのめっちゃ早いっちゃ、多分めっちゃホワイトね。ホワイトかどうかも分からんけど、多分6時過ぎぐらいから工事始めて昼2時には終わっとん。もう早いって、終わりが。ずらしてくれよ。じゃあ9時とか10時から工事して5時までやってくれ。変な工事やけん終わらんとって。朝眠いっちゃう、眠いながらやりより進まんのよ。やけんそんな時間までやりよと長いスパン。やっぱ睡眠時間がしっかり取れんっていうのが一番ストレスになるからな。俺ってこんなストレスになるんだなと思って。サラリーマンとか大変よな。適度に休んでくれな。あれは積み重なるわ。寝たらおかしくなるよね、マジで。インドネシアの時もみんな寝れてないけん、ちょっとピリピリしとったもんね、みんなやっぱ。全員寝れてないけん、全然。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。